東方神起からのスペシャル動画。その内容は、そう、ミッション。2人がさまざまなことに挑戦する人気企画が今回からバージョンアップ。全然経路分かんない、分かんない。ユンホ、チャンミンの奮闘ぶりを配信していきます。それではバージョンアップ一発目のミッションをご覧ください。どうも、ビギストをご覧の皆様、はじめまして、今回からですね、ミッションシリーズ、MC を務めさせていただきます、ドリアンズのツミでございます。よろしくお願いいたします。誰？と思った人のために説明しよう。今回のバージョンアップから MC を採用。厳正なる審査の結果、吉本芸人、ドリアンズ堤に決定したのだ。東方神起のお二人がこちらにいらっしゃいません。なんとですね、こちらの楽屋で待機しているということでございますので、早速突撃してロケへ連れ出そうと思っております。行ってみますか。ドイツの私にはですね、こういうドッキリみたいなのがたまりませんので、ちょっと行ってみようと思います。おざまーす。どうもー、こんにちはどうも、行きますよ。何行きますよ。どこに行くんですか、ね、ミッションロケ、ミッションロケ、うん、あなた誰ですか。おなじみドリアンズの罪ですよ。ドリアンズ、ドリアンズ、果物、果物、そう、フルーツの王様、ドリアンズ。あ、臭いやつですね。臭いやつフルーツキング。あ、ね、ドリアンズの罪。それは知ってるんですよ。なんでフルーツキングがこの他の事務所に来たのか、それが知りたいんですよ、僕は。だからね、今日はお二人、はい、ね、ユンホとチャンミンを連れて、はい、私がこれからロケを遂行するわけでございますよ、ミッションロケ。そういう風に行かなきゃいけない理由がありますか。理由はあるよ、今までやってきてるでしょ、いろいろミッション。今回から新たにリニューアルですよ。全部いいんだけど、いきなり東方神起って言われて、そこからそろそろ行かなきゃいけない、そういう、こういう状況がなんかね。行きますよ、はい、今から楽しいロケが待ってるんだから。なんか海外から持ってきたばかりだから、すごく疲れてるんだ。知ってる、忙しいのは知ってるよ。しかも、ものすごくテンション高い人が来て、そこから疲れてきた。なんでよ、チャンミン、いいじゃないのよ。なんか腕つかまれて、どこか行かなきゃいけない。行くよ、はい、ちょっと、荷物は、荷物もこれで行くの。はい、これでもう行けるんですけど。何も手ぶらで行くの、大丈夫。ま、手ぶら、ま、手ぶら、うん、手ぶら、違う、ブラジャーやろ、それは。ね、手ぶらで行くのかということですよ、はいはい、もう行きますよ、じゃあもう早速、はいはい、ね、はい、よろしくお願いしますよ。はい、じゃあもうこっち、とりあえず行ってみよう。行くよ、はい、ね、はい、行こう行こう。本当にどこ行くんだよ。ということで、急遽ミッションロケに向かうことになった2人。一体どこで何をするのか。どこ行くんですか。もう楽しみにしておいてくださいよ。それはもう続いてからのお楽しみですよ、それは、ね、本当に全然わかんないですよ。いいじゃないですか、この感じね、このね、ドキドキする感じ、いいじゃないですか。なんだ、チャンミン、もうファッファしてるやん。いや、もう大好きですね。いや、何も面白くないよ、今のは。とりあえず、こうね、今までこうやってきたでしょ、いろいろミッション。そうですね。ね、だから今回からグレードアップするということで、ちょっとね、お二人にもちょっと相談したいことがあるんです。お、何ですか。ね、今さら相談したく、したいことがありますか。あるよ。これね、あのミッションシリーズ、これちょっと名前変えようじゃないかっていうね、案が出てまして、まあ、リニューアルですから。私も入ったわけでございますから。はい、了解です、ね、なんかこう、2人でなんか名前決めてもらおうかなと思ってますよ。2人にはバージョンアップしたこの企画のタイトルを考えていただきます。あ、いい、ドリアン神起。ドリアン神起、めちゃくちゃいいんですか、スタッフさん、これ。ドリアン神起、え、首ひねってるやん。いまいちやん、ダメダメって言ってるやん。なんかこうさ、なんか短いんだけどインパクト欲しいですよ。チャンミン、なんかないの、短くてなんかこうバンとくるような。あ、考えてないやろ、チャンミン。いや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 、疲れてんのか今。ただ寝たいです。分かって、忙しいの分かってる。今日シンガポールから帰ってきて、いや、本当に今積極的に参加してるから、ものすごい、もう面白いですね。そうしたら、うん、ゴールドにしよう。ゴールド、ゴールド、ゴールドミッション。ああ、ゴールドミッションシリーズ。はい、チャンミン、いい、ゴールドミッションシリーズ。そしたらフルネームが、うん、東方神起、東方神起のドリアン神起ゴールドミッション。
めっちゃいいやん。いや、俺やめる。なんでよ、ちゃん、ちょっと待ってよ。俺、ドリアンが東方神起に入っただけでもめちゃくちゃ嬉しいんやから。いや、僕が嬉しくないから。チャンミン、チャンミン。はいはいはい。もうしょうがないね、じゃあもう東方神起。ね、はい、東方神起。ザ・ザ・ゴールドミッションにしようか。残念ですね。ね、じゃあタイトルコールしよう。じゃあもう新しくなったわけですから。はい。ね。はい。はい、じゃあ、二人で叫びましょう。何でしたっけ。覚えてもね。東方神起。東方神起、ザ・ゴールドミッションよ。東方神起、ザ・ゴールドミッション。オッケー。はい。じゃあ、行きましょうか。はい。せーの。東方神起、ザ・ゴールドミッション。東方神起、ザ・ゴールドミッション。やっと始まりましたか。始まってたから。いやー、チャンミ始まってたから、はい、俺が楽屋にやったとこも始まってんのよ。あー、そっか。ね、はい、よろしくお願いしますよ。お願いします、ね、でも久しぶりのロケのミッションだから、はい、もちろんワクワクするのもあるんだけど、うん、ロケまで行ったら本当にとんでもないこともあるんじゃないかなっていう心配もある。そうですね、何が起こるか分かりませんからね。次回、蕎麦屋さんですよね、うん、そう、ついにミッション内容判明。お蕎麦をお箸みたいにこれ使って食べることではないです。いや、食べにくいやろ。一体どんなミッションに挑戦するのか。